国内女子ツアーから締め出された韓国人選手の数が激減した真相。国内女子ツアーは後半戦に突入。上位は絶対女王山下美優に明愛、千怜の岩井姉妹が食い下がる構図を見せています。その中でメルセデスランキングで山下に次ぐ2位につけているのが A 級シードも視野に入っているシン・ジエ。ベテランと呼ばれる年齢になりながらも生命線というアイアンの精度やツアー1と呼ばれるアプローチは健在です。しかし大きく様変わりしたのはシン・ジエを含む韓国人選手がメルセデスランキング上位に姿を見せなくなったことです。そこで今回は国内女子ツアーを席巻した韓国人選手の活躍を紹介しながら近年の韓国人選手が激減した理由について解説していきます。誰も叶わない猛威を振るった韓国人選手。今から10年前の2014年の賞金ランキングを振り返ると女王にアン・ソンジュが輝き、これにイ・ボミ、シン・ジエの2人が続き韓国人選手が上位を独占しました。翌15年はさらにその占有率が顕著となります。イ・ボミが年間7勝を挙げて当時の女子ツアー最高額の2億3000万円余りを稼ぎ出し、賞金ランキングトップ5のうちの4席に韓国人選手が腰を下ろしました。同じ時期に韓国人選手としのぎを削っていた渡辺彩香はやっぱり強いですよね。この時期は上位の選手に加えてハヌルやミジョンもいたし、韓国人プレイヤーに勝たないと勝利できないような空気感がありました。よく彼女たちはハングリー精神が違うと言われるんですが、やっぱりそもそもの技術がすごい。飛び抜けた飛距離を持つような選手は少ないと思いますが、みんなとにかくアイアンが上手くて、多少ドライバーがブレてもきっちりグリーンを捉えてくる。先に打たれて難しいところから乗せられると、それだけで後を打つ選手はプレッシャーになると思いますと、その強さを語りました。当時を振り返ると日本で韓国旋風の先駆けとなったのはアン・ソンジュでした。日本ツアーデビュー1年目の2010年にいきなり4勝し、韓国選手初の賞金女王に輝くと、その後11、14、18年も賞金女王となり、その強さは際立っていました。日本人選手が最終日にアン・ソンジュの猛追を受け自滅する試合が多かったことから、日本のメディアはなぜ日本人選手が勝てないのかとの特集を組むほど、全盛期のアン・ソンジュは別格の強さを誇っていたのです。アン・ソンジュ以外にもイ・チヒやジョン・ミジョンと安定した強さを誇る選手が存在し、韓国人選手の強さは日本ツアーのレベルを底上げする一方で、現場で取材を重ねる記者たちから上がったのは日本人選手に勝ってほしいとの声でした。強い韓国人選手たちが上位を独占することによってテレビの視聴率は頭打ち状態。ゴルフ関連の雑誌や記事は優勝をしていない日本人選手を取り上げることに対し、韓国のメディアからはなぜ勝利を記録している選手を取り上げないのか、自国の選手を贔屓したい気持ちはわかるが、今や日本のツアーを席巻しているのは韓国人選手たちであることは明らかだと指摘されるほど。そんな中、賞金女王になったアン・ソンジュを追うように11年にある意味救世主的に現れたのがイ・ボミでした。スマイルキャンディーの愛称で笑顔の可愛らしさと親しみやすさ、そして強さも相まってイ・ボミは日本ツアー屈指の人気選手へと成長していきます。イ・ボミの人気ぶりを間近で見ていた上田桃子は、ボミはいつでもファンサービスのことを考えていたんです。ホールとホールの間に選手が通る道があるじゃないですか。あそこって選手も気持ちを切り替える場所に使っていて、私なんかボギー打った後は考え込んでいるんですね。でもボミはその前のホールがどんなスコアでも笑顔でギャラリーからの声援に応えているんです。それに応援しに来てくれた人の顔を覚えているのがすごい。ボミに声をかけたら、久しぶりに来てくれたんですねって返されてみてください、誰でも彼女のファンになってしまいますよと語っており、抜群のファンサービスが人気を支えていたと明かしています。この時代は現在の黄金世代にあたるような日本人のスター選手には恵まれていませんでしたが、イ・ボミがツアー人気を牽引し、翌12年からは韓国でもう一人の人気選手だったキム・ハヌルも日本ツアーに参戦します。さらに元世界ランキング1位のシン・ジエやユン・チェヨンなど実力者が続々と来日して日本ツアーを盛り上げました。ではなぜこれほどまでに韓国人選手は日本のツアーを自分たちの根城にしたのか。それには様々な理由がありましたが、韓国人選手の全員が口にするのはその環境の良さなのです。上手くなるしかない最高の環境だった日本女子ツアー。韓国人選手たちが次々に日本ツアーに参戦し始めたのは、韓国国内のツアーが群雄割拠といえる状況にあったからです。韓国ツアーでは体力のある20代では結果を残せますが、30代になるとなかなか勝てなくなります。
しかも秋から冬にかけては日本よりも厳しい環境での戦いを余儀なくされ、年齢を重ねると高いパフォーマンスを発揮できる時期に限りが出てきてしまいます。その点日本は韓国よりも温暖な気候であり、過ごしやすい環境でプレーができるため、30代を迎える前に韓国人選手は日本に向かうというのです。シン・ジエも米ツアーよりも韓国ツアーで勝つ方が難しい。若手の突き上げと競争が激しいツアーで入れ替わりも激しい。みんなが勝ちたい意欲があり緊張感がある。日本のツアーが優しいと言いたいのではなく、韓国のツアーは規模が小さいので新しい選手たちがどんどん出てくる環境なんです、と韓国ツアーと日本ツアーの比較を口にしました。キム・ハヌルも20代になるともうベテラン扱い、そんな声を聞くようになるともう引退しないといけないのではと勝手に思ってしまう、と口にしており、一方で日本ツアーに目を向けてみると、30代から40代の選手たちもシード選手が数多くおり、活躍できる環境が揃っているように見えたようです。アンソンジュの活躍が韓国にも届き、イ・ボミの耳にも日本ツアーの試合会場の環境の良さ、選手ファーストの大会になっているから来てみるのもありだよ、ボミなら日本でも人気の選手になれるはず、と先輩プレイヤーからこういった話をよく聞くようになったといいます。イ・ボミは日本ツアーにフル参戦するまでに何度か招待選手として日本でプレーした経験があります。その時の印象を、日本の試合に出てまず驚いたのはギャラリーの人がとても温かかったことです。それに観戦のマナーを守る人が多くて、私が構えに入ってお静かにの札が上がればみんな一斉に物音一つ立てないんです。これはあまり韓国ツアーで見られない光景でしたね、とイ・ボミは振り返っています。もちろんその他にも試合数や賞金額はもちろん日本ツアーに軍配が上がり、距離も近ければ時差もありません。そういった複数の要因から30代でも挑戦する価値があると判断した韓国選手たちのほとんどが日本ツアーに参戦を決意したのです。もちろん中には日本で活躍できなかった韓国人選手もいますが、韓国で実力者と言われていた選手のほとんどが日本ツアーで活躍。14年の年間獲得賞金は1位から4位の韓国人選手4名で6億円を荒稼ぎしました。現在の日本ツアーシード選手で一番若い29歳のペ・ソンウも、日本のゴルフ場は試合会場で全て練習が完結するのでいいです、合宿しに来ているみたい、と笑顔で語ります。ペ・ソンウ曰く、韓国のツアー会場ではショットやアプローチなどの練習場がないところも多く、選手たちは近隣の練習場でアマチュアゴルファーと共に朝練をして試合に出場するケースも多いそう。アンソンジュが日本に来てから試合会場で練習する時間がたくさん確保できるので上手くなる要素しかないと語るほど、日本の環境は充実しており、選手がゴルフだけに集中できる環境が作られていると言えます。有力選手が次々に来日し、環境のいい日本でさらに腕を磨く、こういった好循環は数年にわたって続きましたが、新型コロナの蔓延を発端にその様相は大きく変わりました。さらに追い打ちをかけるように韓国人選手を締め出すようなルール改正が行われたのです。正会員しか受け付けない、今後は韓国人選手がいなくなる。ここ数年で韓国人選手たちが日本ツアーから去っていったのは、さまざまな要因が重なったと言われています。一つはそもそもシードを落として日本ツアーの出場権がないことが非常に大きく、ツアーからの撤退を発表したキム・ハヌルも、シードを落としたら QT に行くことはない、正直に言うとあの環境で私が勝ち抜けるほど甘くない舞台だと思っているし、今や日本のツアーは世界でも最高クラスの競争率と言えます。そこでもう一度最高のパフォーマンスを発揮するにはかなりの忍耐力が必要とされます、と引退の理由を語りました。イ・ボミもあえて QT には進まず、主催者推薦がもらえる試合にだけ出場すると口にしており、日本のツアーは生活の全てを捧げて戦わないと勝ち抜けない世界です。そこで満足な練習量を確保できない私が活躍することは難しいと思います。もちろん最後にもう一回勝ちたい思いはありましたけど、ここまで十分やりきったなと思えるので、プロゴルファーとしての活動は続けますが、ツアーの選手としては引退しようと決めました、と語りました。また2人が揃って口にしていたのは、試合に出ても成績を残せなくなってきたことで来日当初のようなモチベーションを保つのが難しくなり、これに合わせるように渋野日向子に代表されるような新世代の実力ある日本人選手たちの登場が重なったことです。キム・ハヌルはまだツアーに参戦したての渋野とラウンドを共にしたことがあり、その時のことをはっきりと覚えています。なんというか野性味あるスイングで他の選手を圧倒していて、曲げても全く気にしていないんです。
私はドライバーが曲がれば少しでもいいライにあることを願いながら歩いていくのに、彼女はキャディーと笑いながら隣のホールに行って、そこからまたフルスイングでグリーンを狙うんです。そんな姿を見ていたので、全英オープンで彼女の強烈なウイニングパットを見ても何ら不思議には思いませんでしたと振り返っています。年齢的にも30代後半に差し掛かり、今後の人生を考えるようになった選手も多く、結婚や出産後に子育てと両立してゴルフを続けるか、もしくは引退してからゆっくりとゴルフ関連の仕事を続けるイーポミのような選手も増えました。アンソンジュは双子を出産した後に産休制度を利用して帰国しましたが、子供を連れて日本ツアーを転戦することは難しいと判断し、母国ツアーへの復帰を決めました。現在では韓国ツアーでママさん選手として活躍を続けています。また20年からのコロナ禍で日本と韓国を自由に行き来できなくなり、入国時には2週間の隔離が必要など、日本に拠点がない韓国人選手にとっては厳しいツアー生活を強いられることになりました。イ・ボミもキム・ハヌルもコロナ禍の影響でコンディションを崩したり、モチベーションの低下は否めなかったと話していました。加えて今や韓国選手の新たな日本ツアー挑戦はほぼないに等しい状況。その要因はいくつかありますが、一つは韓国ツアーも日本の流星に追いつけとばかりに試合数が増加しており、23年シーズンには32試合開催されるまでとなり、賞金額も毎年増加していることが挙げられます。韓国ツアーにも日本と同じように新時代の選手たちが続々と現れており、若くして企業の広告塔に選ばれるなど、露出に関しても以前のツアーとは様変わりしているようです。それに加え、韓国人選手にとって締め出しともいえる日本女子プロゴルフ協会の制度変更が行われました。2019年に JLPGA は QT の出場資格を LPGA 会員のみと改めました。このルール改正では、日本のプロテストに合格するなどして正会員にならなければ実質的にツアーに参戦することができません。現在のプロテストは非常に狭き門になっており、昨年のプロテストの模様を記した記事には約700人が受験して合格するのは20人プラスアルファ。近年の合格者数は昨年に延期された2020年度テストが27人、2021年度は21人だ。いずれも1次から数えると合格率は 4% 以下、超狭き門の争いとなると記されており、いくら実力に覚えがある韓国人選手といえど簡単に勝ち抜ける戦いではありません。韓国の総合ニュースサイト e-daily のゴルフ担当記者は、19年のルール改正時にこれは日本ツアーが韓国人選手を締め出すためのルール改正であると前置きをし、日本の QT から出場権を得られるのは今年が最後なので、8月のファースト QT には多くの韓国人選手がエントリーすると聞いている。でも来年からはもう受けないと言っている選手が多い。米ツアーのキム・ヒョージュは日本に行きたいとかねてから言っていたけど、これで行くチャンスがなくなったと嘆いていると聞きます。ましてや出られるツアーを休んでまでプロテストを受けて日本ツアーに挑戦することもないでしょう。日本ツアーから撤退し韓国ツアーに戻る選手が自然と増えるでしょうと語りました。こういった経緯もあり、20年以降で年間獲得賞金トップ5に入った韓国人選手はシン・ジエのみという状況が起きており、今後も活動拠点を日本に持たない韓国人選手が日本のツアーで活躍することは少なくなるはずです。今後はアメリカツアーに進出する選手たちも増えてくるはずなので、異国の地で日本人選手とぶつかり合う姿が見られるようになるかもしれませんね。今回の動画では約10年間にわたって旋風を巻き起こした韓国人選手が日本ツアーから撤退していった理由を紹介しました。